兄弟の絆が試される平野氏洋と陸の便乗商法をめぐる賛否両論。ジャニーズ事務所を退所し、株式会社飛べ、絵の遺跡を発表した元キング・アンドスの平野氏洋。彼の弟として注目を集めてきた平野陸氏が、インスタグラムに兄である紫用とのツーショット写真を投稿しました。これにより、ファンの間で賛否両論が巻き起こっています。 平野陸氏はアパレルブランド RKS リキー、リクスリッキーの代表を務めアーティストウィックとしても活動しています。彼の存在は2020年7月頃に突如ネット上に出回った平野の弟がアパレルブランドを立ち上げたという情報から注目を浴び始めました。 さらに、兄の平野耀がブログで RKS リキーへのロゴ入り T シャツやパーカーを着用している写真を公開するなどしていたため、弟であることが確定されました。このような経緯から、リクシや彼のブランドに対しては、一部のジャニーズファンからネガティブな意見も見られました。ファンの一部は、潮君も来てたよね。ステルスマーケティングに当たるのでは 弟もこれで商品が売れて嬉しいのかなと辛辣な声を上げていました。一方で、リク氏はブランド事業だけでなく、表舞台でも活躍しています。彼は自身のスタイルブックを発売し、舞台での役者デビューも果たしました。さらに、彼のダンスや音楽に対する情熱を表現するために、YouTube チャンネルも開設しました。リク氏のインスタグラム投稿で、 彼が兄である紫王とのツーショットを公開したことで、ファンの反応は賛否両論に分かれました。一部のファンは、潮君と陸君のツーショットを見れる日が来るなんて、平野兄弟最高すぎるこれからはこんな風にお互いの写真を SNS に載せられるんだね。いいことじゃん、と温かい反応を示しています。 彼らの兄弟愛に感動し、応援したいという声が多く上がっています。一方で、平野紫耀が戸部に所属したことで、家族との写真公開が解禁されたこともあり、今後は兄弟の交流がどう進展するかも注目されています。陸氏の投稿について、平野紫耀の個人のインスタグラムは触れていないようですが、 兄弟のコラボレーションが実現する可能性もあるでしょう。平野紫耀と陸兄弟の動向には、これからも多くのファンが注目していることでしょう。兄弟の絆が彼らの活動をさらに輝かせ、ファンの心をつかんでいくことに期待が高まっています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。